豆キュン。やんちゃなトーマス、お腹が痛いよ。あれ、冷蔵庫の前でトーマスは何をしているのかな。トーマス、何しているの。アイスクリーム食べてるの。トーマス、どれだけアイスクリームを食べるつもり。わかんない。まあ、これ全部一人で食べたの。秘密。アイスクリーム大好き。ダメよ、冷たいアイスクリームをたくさん食べるとお腹を壊すわよ。うん、お腹壊さないよ。見て、なんともない。トーマス、もうそれぐらいにして冷蔵庫に戻しなさい。あと一口だけ。お腹が…トーマス、大丈夫？お腹壊したみたい。お腹が痛いよ。トーマス、どこにいるの？ママ、トイレにいるよ。トーマス、どうしたの？お腹壊したの。まあ、急にどうしたのかしら。おかしいわね。あら、アイスクリームの容器がどうしてここに？これ、全部食べたの？トーマス！ひひ、アイスクリームはちょっとだけにする。冷たいものをたくさん食べると、お腹壊すから。ね、ママ。なんですって？アイスクリームをたくさん食べちゃダメ。一つずつ食べるの。はあ、はいはい、そうね。今度からは少しだけ食べるのよ。はーい。トーマスはアイスクリームを少しずつ食べることにしました。みんなも食べ過ぎてはダメよ。たくさん食べちゃダメ。お腹壊すかもしれないよ。ひひひ。チャンネル登録してね。